G.I. ジョー・バックにリベンジは、ジョン・チュー監督による2013年公開のアメリカ合衆国のアクション映画、ハズブロの玩具 G.I. ジョーを原作としており、2009年の G.I. ジョーの続編である。配給するパラマウント映画は2012年5月、本作の 3D での公開を決め、来た。 アメリカでの公開を2012年6月29日から2013年3月29日へと延期した。脚本はゾンビランドのレッドリースとポール・ワーニックが執筆した。GI 上チームの活躍によってナノマイトを使ったコブラの作戦は阻止され、彼らに逮捕されたコブラコマンダーとデストロはドイツ・ザルツブルクの刑務所に収監された。ある日新メンバーロードブロックやレディジェイ、 フリントを加えた、デューク率いる GI 上はパキスタンにて極秘任務に臨んでいたが、アメリカ合衆国大統領に変装したザルタンによって反逆者の汚名を着せられて攻撃され、デュークをはじめとした GI 上メンバーのほとんどが戦死し、さらには GI 上本部も壊滅させられてしまう。一方、コブラコマンダーは戦死したと思われていたストームシャドウと新たなるコブラの一員。 ファイヤーフライの助力によって刑務所から脱獄した。生き残ったロードブロック、レディジェイ、フリントの3人は何とかアメリカに戻ると大統領が GI 上に代わる新たな特殊部隊コブラを発表していた。3人は伝説の GI 上初代司令官ジョー・コルトンに助力を求め大統領が出席する募金イベントに潜入しザルタウンが 大統領に化けていることを突き止めた。その頃、GI ー本体とは別行動をとり、東京にいたスネークアイズも、師匠のブラインドマスターの命を受け自身の弟子である女忍者、ジンクスと共にストームシャドウを生け取りにすべく出動。脱獄の際に負傷しヒマラヤの寺院で治療を受けていたストームシャドウの元に行き、工房の末彼を捕らえることに成功する。スネークアイズたちによって、 東京に連行された、ストームシャドウはそこで追われる原因となった自分の、師匠の殺害嫌疑が冤罪で、師匠を殺したのがコブラだったと知る。師匠の復讐を果たすべく、ストームシャドウは、スネークアイズたちと同行する。その頃、ザルタン・フンスル大統領は、核保有国である、ロシア・イギリス・フランス・イスラエル、中国、インド、北朝鮮の首脳をサムター取り出に招いて、 サミットを開催していた。ザルタンは核軍縮に消極的な各国首脳に対して核兵器の放棄を提案し、これを拒否するのであれば戦線布告とみなすと通告。彼らの目の前で核のフットボールを通じ、アメリカが保有する全核ミサイルを発射する。これに対応すべく。 各国も続々と核ミサイルを発射するが、それを確認したザルタンは発射した核ミサイルに自爆指令を送って自爆させ、他の首脳にも核ミサイルの自爆を流す。それに応じた各国の首脳は自国の核ミサイルに自爆指令を送って自爆させるが、それを狙っていたザルタンは首脳たちに秘密兵器、プロジェクトゼウスの存在を明かす。プロジェクトゼウスは 衛星軌道上に配置した7つの人工衛星から目標に向けたングス転生ロッドを投射して破壊するもので各よりもクリーンで強力な恐るべき大量破壊兵器だった。ザルタンはデモンストレーションとしてロンドンをプロジェクトゼウスを用いて破壊しそこに現れたコブラコマンダーたちは各国首脳に対しコブラに屈服する要要求応じなければ プロジェクトゼウスで各国の首都を破壊すると脅迫した。世界の危機が迫る中、GI j o は二手に分かれ本物の大統領救出と各国首脳の救出に向けコブラに戦いを挑む。カッコ内は日本語吹き替え2011年1月、ゾンビランドの脚本家であるレッドリーストポール・ワーニックが続編の脚本執筆のために雇われた。もともとは GI Joe、 コブラストライクスというタイトルであったが、後にリースによって却下された。また当初、スティーブン・サマーズが監督を続投する予定であったが、2011年2月、パラマウント映画は新たに、ジョン・チューを起用すると発表した。2011年7月、続編のタイトルは、G.I. ジョー・リタリエーションであることが明らかとなった。チューは、本作が一作目とは大幅に異なるだろうと語った。 彼は一作目からのキャラクターを減らし、本作では新しいキャラクターを描き、シリーズをリブートする考えも一部にあった。2011年1月、イ・ビョンホンがストームシャドウを再演することが確認された。チャニング・テータムとレイ・パークも引き続いて、デュークとスネーク・アイズを演じる。 スカーレットを演じたレイチェル・ニコルズは前述の3名を除いたほとんどの前作キャストたちが出演しないと発言した。2011年3月、シエナ・ミラーが続編に出演しないと述べた。5月、コブラ・コマンダー役のジョセフ・ゴードン・レビットも続編に出ないことが明らかとなった。2011年6月、ドーエイン・ジョンソンがロードブロック、 DJ コトローナとラッパーのリッザンがフリントとブラインドマスター役で出演し、エロディウンがジンクス役で交渉中であることが明らかとなった。2011年7月、エイドリアンヌ・パリッキがレ・ディジェイ、レース・ティーブンソンが悪役のファイアフライを演じることが確定した。さらに同月、アーノルド・ボスルーはサイド・ザルタンを演じ、ジョゼフ・マゼロア・マウス役を務めることが明らかとなった。 2011年8月、ウォルトン・ゴギンズが、ウォルデン・ナイジェル・ジェームズ役で追加され、さらにブルース・ウィリスが、初代、GI 条役で出演することが明らかとなった。また、レイ・パークが、スネーク・アイズのペットの狼であるティンバーも、再登場することを明らかにした。2011年9月、インターネット上に、キャスティングコールシートが流出し、 続編にもコブラコマンダーが登場することが判明した。監督のジョン・チューは、このコブラコマンダーはレビットが演じたのと同じ、キャラクターではないと、インタビューで語った。2012年2月、チュー監督は、コブラコマンダーは一作目とは別のバックストーリーを、持った別者になることを明かした。また、ファンは、映画の中でデストロを一目見ることができるが、一作目で、 同役を演じたクリストファー・エクルストンは出演しないと語った。2012年5月1日、本作のコブラ・コマンダーは、レックス・ルイスであり、ジョゼフ・ゴードン・レビットが前作で演じたキャラクターと、同一人物であることが、蝶により明かされた。撮影は2011年8月に、ルイジアナ州で開始された。2011年11月22日、ニューオーリンズでの撮影中に、 スタッフが死亡する事故が発生した。2011年12月12日、プレミア予告編がマシニマドットコムから公開された。予告編では、ザ・ホワイト・ストライプスの楽曲、セブン・ネーション・アーミー・オ・ザ・グリッチモブリミックスしたものが、使われた。2012年1月12日、インタビュー上にて、サーツでビデオ・フェイス・オフと称して、オルター・イーゴスと共に特集された。 第46回スーパーボールでは JZ の音楽を含む短い予告編が流された。日本ではイビオンホ本に焦点を当てた予告編が2012年4月に公開された。全長予告編第2弾は2012年4月24日に公開された。2012年5月にハズブロより映画に関連した玩具が発売される。ありがとうございます。